朝倉三毛春議員。新生活始めようについてまず議論させていただきます。で、この2年間を経て、仮に2020年、来年がですね、まあ、今の2021年の11月程度に、具体的には、コロナの感染者数が、1桁、日に1桁、ゼロからが理想なんですが、1桁、そして、まあ、病床使用率も1桁以下に収められた、場合を想定して、市の施策を考えてみたいと思います。もちろん残念ながら大きな第6波以降が来てしまった場合は2021年の夏と同じ警戒態勢に戻ることは前提です。私たちの生活はこの2年間で様々大きく変わりました。いくつか例を出します。一番変わったのは大学生活ではないでしょうか。キャンパス、2019年までは授業サークルでキャンパスに集い、夜はバイト、時々は3年生以上は就活の合間に飲み会というのもが日常であったでしょう。ところがこの2年間オンライン授業主体で時々だけキャンパスに通い、夜はバイト、飲み会はなしという形になっております。そして大学生たちの在宅時間大幅に増え、船橋市民で市外の首都圏の大学などに通う大学生は在宅し船橋にいる時間が長く、犬の散歩をしたり、まあ寂しいから新たに猫を飼ったりしたという大学生も知っています。先日は近くに住む大学生から卒論仕上げのアドバイスの相談がありましたが、大学に行く機会がなく相談相手がいなかったとのことです。就職の面接もオンラインが多くなり、就職面接での定番、学知化というんですが、学生自体に力を入れたことには、これまでサークル活動などを答える傾向が大きかったけれど、それができないので、企業の方も代替措置として履修科目一覧表を材料に面接をするとの NHK 報道もありました。次に映画に関する、対する感覚です。昔は皆であるいはデートなどで映画館に映画を見に行くのが基本でしたが、今は自宅で Netflix や Amazon プライムで見ることが多くなりました。幼児の水遊びについてはどうでしょうか。2019年までは海やプールに行く機会がそのようにありましたが、今は自宅にスペースがある子育て世代は大きなビニールプールなどで泳がせ、一方そういうスペースがない家庭は諦めていると聞きます。病院や福祉施設へお見舞いに行っても当たり前だったお見舞いという当たり前のこともなかなかできない期間が多くなりました。これらの例を出しましたが、実はこの2年間テレワークの推奨も含めて在宅率、つまり船橋市に市民においては市内の地域内にいる時間ですね、在船橋市率と言ってもいいと思うんですが増えています。その多くは自宅内にいるとはいえ散歩や買い物などで近隣に出かけます。その比率は今後も2019年以前には戻らないと思います。このような問題意識を含めて、この市におけるこの2年間の具体的な変化の把握と、今後の新生活を踏まえた方向性について質疑します。まず、町会自治会活動についてです。町会自治会活動はこの2年間を経てどのようになっているのでしょうか。2020年以降の展望はどうでしょうか。市民生活部長。お答えいたします。この2年間でございますが、町会自治会交付金申請書類として提出されている事業報告などから、お祭りなどの人が集まるイベントを中止するほか、さまざまな活動を制限している町会自治会が多い状況というふうに捉えております。そのような中で会費の取り扱いについて減額するなどの対応をしている町会自治会はいくつかあるものの、コロナが原因で、まあ、例えば解散したというのは町会自治会はございませんで、一定の活動を継続しようと考えている町会自治会も多いものと考えております。例えばコロナ禍だからこその活動といたしまして、地域の見守り活動ですとか、健康情報の発信、マスクの配布など、町会自治会としてできることをできる範囲で行い、また予算の繰越金を会館修繕等の積み立てに回したりする団体もありまして、
まあ、現状に合わせ、あるいは将来を見越した活動をしていただいているところでございます。またコロナ禍という困難な環境の中でも、スマホや PC を活用して連絡手段や情報提供ツールとしたり、あるいは ICT 機器を用いて会議を効率的に行ったりするなど、つながりを保持できるような取り組みを行っている町会自治会もありますことから、今後こういった取り組みを船橋市自治会連合協議会を通じまして、町会自治会にお知らせしていきたいというふうに考えております。朝倉議員。次に地域の住民の活動の核ともいえる公民館についてです。公民館はこの10月から利用再開となったんですが、2019年10月と比較して2021年10月の利用率はどうなっているんでしょうか。利用が回復していないサークルなどの傾向はありますでしょうか。また2020年以降はどう考えているんでしょうか。そして先ほどの大学生の大船橋率が高いという話とも関わるんですが、公民館ネット環境が整備され、在宅している大学生で気分転換で自宅以外で Wi-Fi 環境で様々な授業を受けたいなどの大学生にとっては場の一つとなる可能性があります。大学生による利用はどうでしょうか。障害学習部長。公民館の2019年10月の利用率は全体で 57%、 2021年10月の利用率は 36% になっており、一昨年と比較して今年は21ポイントのマイナスになっております。また、この間にサークルを解散した理由としては、第一に会員の高齢化が挙げられますが、コロナ禍で感染リスクに対する不安を抱え、利用を自粛していたサークルも数多く見られました。なお、10月25日より、例えばカラオケによるマイクの使用が再開されるなど、利用条件が緩和されたことにより、感染症対策を取りながらも、通常の活動に戻りつつあり、少しずつではございますが、利用状況も回復しているところでございます。今後につきましては、公民館がサークル活動の活性化を後押しできるように、サークル体験会などを実施してまいります。次に大学生による公民館の Wi-Fi 活用についてでございますが、公民館ではフリースペース等を活用した子どもの自習スペース提供事業を実施している中で、小学生から高校生までの利用がございますが、Wi-Fi 環境が整備されてからは一般の方にも広くご利用をいただいております。一方、現時点では大学生の利用は少なく、一部に大学生が週1、2回利用している間もございますけれども、実際に公民館の Wi-Fi 環境を利用しているかどうかは確認できておりません。大学生を含むさまざまな方に公民館をご利用いただけるように、公民館の Wi-Fi 環境についてホームページや Facebook などを活用し、さらに PR していきたいと考えております。朝倉議員。コロナの中で一番つらかったことの一つとして、よくやはり病院や施設にお見舞いに行けなかった、家族がお見舞いに行けなかったということを聞きます。これについて医療センターではこの自粛期間、コロナの期間中どのような対応がされ、今後どのように考えているんでしょうか。病院局長。お答えいたします。当センターでは、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、
令和2年3月から家族以外の面会を禁止し、以降も感染状況に合わせて面会の制限を行ってきております。このような中、入院患者さんがご家族とオンライン面会ができるように病棟ラウンジ等に無料 Wi-Fi 環境を整備し、令和3年10月1日からご利用いただけるようにしたところでございます。以上です。朝倉議員。自治会長会の支援や、そして公民館、また医療センターなどで、このコロナを踏まえた新しい方向性が模索されているということを確認いたしました。この2年間、緊急事態宣言の時は休みましたが、私は議会報告開封などで、この自粛、全体的に自粛傾向中の街を歩き実感したことがあります。コロナ自粛のきつい中ですが、市民の方々はお家で過ごされ、また近隣への散歩、公園、買い物の機会、公園に行く、あるいは買い物の機会を増やしており、その中でも新しい生活を模索されているという感じを受け止めております。一つ例を出します。この5年間ハロウィンブームです。渋谷のハロウィン集会のことが有名になっていますが、むしろ子育て世代の地域でのハロウィンブームでは、を船橋の街では実感します。各家の入り口に10月、早ければ9月からハロウィンのカボチャが飾られました。非常にたくさんの子育て世代が飾っておりました。カボチャの脇にテンスラのスライム、リブルが並んで飾っているのを見たときは思わず笑ってしまいましたが、ハロウィンブームについては、他の側面からも考える必要がありますが、地域に絞って議論してみたいと思います。もし自宅や家族のみで楽しむんだったら、玄関先に通行人や郵便配達、あるいは宅急便配達の人が見られるように飾る必要はなく、玄関先に飾ったのは地域とのつながりを求めてというふうに思います。これまでの町会自治会とは独立に発生した独自の地域のつながりの方が感じます。私は今、市民の方々に会ってじっくり話ができる機会があるときには、コロナの2年間を踏まえて、2002年はどうあるべきなんでしょうかねということをお聞きしながら議論しようとしております。松戸市長はコロナが収まってない2021年のこの6月の市長選で、船橋市長選、選挙広報で閲覧できる、選挙広報におきまして、日本一元気な街づくり8つの指針を掲げました。その7に、心豊かに過ごせる魅力ある街づくりで賑わいをとあります。過ごせるという言葉は、在宅率が増えている市民の実感に合いますが、賑わいという言葉は、単純に考えると今、当時は難しかったんじゃないかと思います。コロナの状況の中、どのようなイメージでこの公約を発し、仮にコロナが比較的落ち着いて、市民の新生活を考えられる状況になったときには、どのような賑わいを作り出そうとしているのか。また市長自身がこの2年間、リアルやオンラインでどのように市民の意見を聞き、今後の姿勢をどう考えているのかお聞きします。市長。にぎわいについてのことですけども、にぎわうことというと、辞書をひも解くと、富栄より豊かになる、人手が多いということが書かれています。で、私なりに考えているにぎわいというのは、やはり自分の町に活気があって、で訪れる人も楽しく過ごせる、そういったエネルギッシュな状況が続いていることだというふうに考えています。で確かにコロナの私が選挙戦の頃はまだまだ非常に厳しい状況でありましたけど、ただこのコロナであるかないかとかいうことに関わらず、常にこのにぎわいというものは都市の発展に欠かせない要素だというふうに考えております。で、資料の方では経済分野とかと分けて書きましたけれども、これはにぎわいを作り出すためには文化面とかスポーツ面とかもありますけれども、当然産業としての農業、商業、工業、農業業も含めてですね、ありますし、地域のイベントも当然それの中には含まれてきます。ですからそういったものを
よりコロナで活動が停止をしてしまったり、いろいろな影響が出ているけれども、でも逆にこれを、契機として、またさらにそういったものが継続できるようにやっていきたいということで書かせていただきました。でまず、そしてそうした中で、リアルとオンラインの状況、実際に状況とオンラインでの状況ですけれども、このコロナの間に、本当に会合もなく、意見交換の場が本当に少なかったんですけれども、声をかけていただいて、例えば福祉関係の方とオンラインでグループのオンラインミーティングをやるときに参加をさせていただいたり、もう一つはアメリカのヘイワード市とオンラインでミーティングをやったりということを経験しましたけれども、非常に、このオンラインによるやり取りというのも当然お会いして、直にお話しするのは基本だと思いますが、そういったことでも有効だというふうに思っております。でまた文化関係の例えばミュージックストリートなんかもオンラインでやりましたけれども、これも本当に実際 の, 生のところと、そのなかなか来れない人たちのためにはオンラインというのは有効でありますので、今後こういった両面から活用して、そして市民の皆さんの意見を聞く際にもオンラインというものの手法も一つ留意しながらやっていきたいというふうに思いますし、そういったことを含めて今後ますますですね、船橋が賑やかな街になれるように取り組んでいきたいというふうに思っております。朝倉議員。コロナを経た新生活に関する市長の思いを聞かせていただきありがとうございました。